暗っ。お、リミットクーってなった。どれのことを言ってるんですか。こんばんは。こんばんは。夜行性。夜行性じゃないよ。なんで真っ暗なの。どれのことって全部、あ、全部全部ありがとう。こんばんは。携帯からん、あ、こんばんは。タイからです。日本語少し話せます。So much. 寝る前だしと思って暗くしたらうっすら見えました。みんなも暗くしてくれてるの？優しいな。なんとなく見えてる？ウケる。久しぶりにダオくん見に来たけど、3年前にダオくんに惚れたの思い出したよって。あ、だからあれだ、フォローしてくれたよね。またありがとね。嬉しかった。今度してるから分からん。何ちょっと何、自分でさ突っ込むのやめて。
こんにちは、ヤッホー、こんばんは。目細めたら顔のパーツ見えた、視力上がりそう。え、目細め、なんでやねん、なんで寝てる時におでこにおにぎり抱えなきゃいけないんだよ。食べちゃうやろ、そのまま。そのまま朝ごはんいただきますってこうやってパクって食べれちゃうよ。何言ってんだよ、なんでやねん。友達にだ、明日は由比ヶ浜江ノ島に行きたいな、でも行けません、悲しいね。あ、日本にいるんですか、コップンか。化粧崩れあんまりしないファンデーションとか使ってる？うん、使ってるよ。あれ使ってる、石川県ナウです。マジで何してるの、石川県で。真っ暗すぎてダオくんわからないこれダオじゃないです、友達です。声だけ、ダオってちょっとみんなハート止まってるよ、ハートが、ハートが上に1234ってそうなの、よく目細めるのやる、そうだよ、あんま良くないんだってアストロ K-POP フェイブリット、あ、キルカバー、キルカバー、そう思い出した、キルカバー、ありがとう、すごい出てこなかった。ショールーム面白かったよ、あ、ありがとう見てくれて、リクとキスしちゃったよ、もう。
ダオの沼は深いぞ。一生抜け出せないと思うよ。毎日日本は暑い、すごい暑いですか？十分水分補給してね。日本の皆さん、だって。かわいい。日本の皆さん、だって。かわいい。から大好きもらった。 あげちゃう。画面真っ暗で携帯壊れたかと思った。 作戦に乗ったね。ありがとう。11日イベント頑張ってください。あ、ありがとうございます。そうだ、11日もうすぐだね。あさってだもんね。するのって実際大変やったりすると思うけど、ファンのことたくさん考えてライブ配信たくさんしてくれるダオくんってリスペクトすぎる。やばい、全部読めた日本語。嬉しい。
全然なんていうのかな、なんか大変って思われてもいいけど、全然それよりもなんか楽しんで見てもらえたら嬉しいなっていうだけ。イエイ。あ、もうこんなことしても見えないのかみんな。りっくんの でもクオリティを考えるとパソコンの方がめちゃくちゃ上手に見えるのね。あと手の込んだことができるから、 YouTube はパソコンで編集しようって思って今絶賛勉強中なの。だからみんな待っててね。じゃあさあ、なんか唇硬かったらなんか「え？」ってなるやんな。なんでそんな顔面めちゃくちゃ気をつけてさ、肌とか気をつけてるのに唇気をつけてないの？って思われちゃうじゃん。だから ローバーでできないから、明日もうね、忙しいんだよ、最近、ボート、ローバー。だからもうね、全然やってもらえてないから、明日は、なんか、すごいね、急遽なのに引き受けてくれたところに明日行ってくる。一番世界でね、画面が暗い配信してる自信があるから安心しや。私にも可愛いって言って。何？メンヘラなの？可愛いね。可愛いね。今日お家引きこもってずっと漫画読んでた。イエーイ。超最高じゃん。何それ？いいな。いいね、いいね。そういうのね、大好きよ。わかるわかる。買ったもらった覚えがある。だからね、なんかその恩返しでね、ママにもね、今 SP 買ってあげようかと思ってんだけど、絶対ママってゲームやらないからなんかくじけそう。うえん、泣いちゃいそう。ダオくんの声
タオちゃんおはようって。おはよう、今起きたの？久しぶり、久しぶり。この配信見てたら疲れ吹っ飛んで落ち着いて眠くなってきた。え、超良かった。寝て寝てそのまま。配信が主流じゃなかった時代に、ダオはツイキャスっていう配信をね、ずっとやってたの。高校生の時に。で、まだその時はキスハグでも何でもなかったし、まだ高校、って何色なんだろうこれってなっちゃうからさ、なんかちゃんと色素分かりたいじゃん。なんか理解したいの、色素何色だこれみたいな感じで。相変わらず元気で安心します。え、元気だよずっと。 いやでもさ、すごい、ダオの世界に本当に置いてっちゃうよ、いつまでもそんなんだったら。コメント読むの遅いよね、ごめんね。 また戻ってきちゃった。ゆうきくん推しなんだけど、ゆうきくんとダオくんのコンビ好き。え、本当ですか？ゆうき推し、
みたいな、でなんかメッセージが来たので、なんかさ、えってなるじゃん、何言ってんのこの人と思って、でなんか実家は神奈川で、今現在住んでるのは東京ですねみたいな、まあそんなん来てもなんかだからどうしたって感じなわけ、こっちからしたら。あ、コメント追いついた そうそうそう、でなんか、青が普通の子だったらなんか分かるその気持ち、でもだからどうしたって思ってめっちゃ そう、ファンの子だったらそういうこと絶対しないって分かってる。なんか別にさ、なんかそんなんで怒らないし、なんか面白いなって思っちゃうんだけどさ。あ、で、そう、鍵アカにした理由さ、そうか、みんな知らないのか。なんかストーリーには載せたんだけどさ、なんか。本当に アンチさんとかいないし、むしろダオってアンチ、本当に多分誰よりもアンチいないと思ってるよ、本当に平和人間だから。そうでね、なんか
なんかすごいインスタグラムってさ、言ったら拡散されるようなアカウントじゃないじゃん。もうなんか完全認知度みたいな。だから今アベマ TV とかすごく出てる子たちはやっぱりすごいフォロワー様がめちゃくちゃ多い。けど、みんながこう DM とかストーリーとか、今ストーリーってすごいやっぱみんな主流になってるから、ストーリーに載せていっぱい載せてくれるじゃん。で、誕生日の時に思ったことが、今までコメントって、誕生日のお祝いコメントとか、みんながたくさんくれるコメントって、あ、バイバイ、ありがとうコメント、 Thank you, thank you for comment。なんていうの、全部すごいたくさんコメントくれるから、もう何百件ってめちゃくちゃ来てたのね。でもなんか今回24歳の誕生日迎えた時に、もう明らかストーリーが多かったの、めちゃくちゃで、えっと思って、言ってないけど、ちゃんとみんなからのコメントとか見てるから、見るようにしてるっていうのじゃなくて、もう自然と見ちゃうから、やっぱみんなを求めてるんだな自分は、ってすごく思ったので。もっとでもなんか前に、本当に DAO のことを知ろうとしてくれてる方か、知ってくれてる方っていうのが多いと思うの。だってさ、ツイッターはさ、リツイートで回ってきたら誰だろうこの人みたいなさ、なんかさらっとして、
あっさり言っちゃったけど今、なんか鍵垢にすることによって僕のストーリーとか僕の投稿してる写真とかって見れなくなるじゃないですか、その他の方に。フォローしてないとわからないっていう方、なんかもっとそれを大事にしたいの。なんか昔から知ってる子はこういう話ができるよね。あ、なんかこうだったよね。ああだったね。でも最近、DAO のこと知ってくれた子は、なんか最近の DAO しか知らないから、過去のことを知ろうって思ったら、なかなか難しいと思うの。だからもっと、インディーズというか、ケビンがいた時代を知らない子ももちろんいるんだけど、なんかそうやって経験してきて年々経って、やっぱり卒業してったメンバー、
をあんまりしたくなくて、いつかは絶対また戻ってきてくれるって思ってるから、だからなんか鍵アカにしてストーリーで質問募集した時に、本当にめちゃくちゃすっごい数のコメントが来たの。誰が何て言おうと別に自分がやりたいことやってるからさ、いいじゃんって思うんだけど、なんかやっぱりもう今はさ、コメントとかでもすごくトマンなんて、あ、なんか今日着ようと思ってた洋服をベッドの上に置きっぱなしにしてたわ今 そうそう、だからなんかもうほんといろんなことひっくるめて考えたら、マジでもっと大事にしたいって思ったの。も夢を与えるお仕事してるから、でもタオはもちろん夢をみんなにもっと勇気づけたりとか、もっと頑張ろうって一緒に背中を押して一緒に歩んでいきたいって思う。ダオはそれをみんなに発信し続けたいって思う。だからダオという存在がみんなにとって、
当たりじゃないけど、みんなさ、すごい一人一人マジでいいとこいっぱいあるし、もうダオにできないことなんていっぱいあるから、みんなができて、ダオができないことなんていっぱいあるからさ、だからそこはすごく頼りにしてて、だから音とか、リクが今曲作ったりとかして、で、振り付けとかに関しては、まあ、ユータも振り付けやってくれたりとかしてるし、率先してね。で、ダオも振り付けやったりとかするけど、まだまだ勉強途中で全然そんな上手くないからさ、もっともっとやらないといけない。ね、すごくやっぱり引っ張ってくれてる部分もいっぱいあるから、頼りにしてる部分もいっぱいあるし、でもそうやって必死にキスハグを守ってくれて、育てようとしてくれて、ずっと下で縁の力の持ちみたいな、なんていうのかな、それも頑張り次第だなってすごい思うから、ダオはもっとみんなと濃い時間を過ごして、1秒1分1時間1っていう言葉ってすごいよね。なんか
sadao さんだって。ダオ君と久しぶりにゆっくり話したいわね。本当にダオもみんなと話せる時間欲しいの。だからさ、だからこうやって自分が鍵垢にして、またこうやってなんか配信とかでもみんなに話したいなって思うからさ、だから結果含めるとトータル話したこと全部話すと学校だったりとかあるの？あ、もう土曜日か。あれ？土曜日か。仕事か、みんな。いっぱいね、頑張ることいっぱいあると思うんですけど、僕たちも頑張り続けますので、これからも応援してってください。そして僕もみんなのことを応援してます。大好きです。